12周年なんです、もうすぐ。3月の29で12周年なんです。あの、ここに立って16人かな。立って、こっちかなから出てくるお客さんをバイバーイってして、あそこにみんな溜まっていき、リーダーだったからせーのって言って、みんなでありがとうございました、バイバーイ、チケット買おうぞ、せーの、ありがとうございました。ここにも入ってたんです、スケフォーデッドシアター、知らなかった、バイバーイ。私はやっぱ小学生とかの時にモーニング娘さんにハマって、38番高柳あかね、17歳です、よろしくお願いいたします。 SKE を受けたいって思ったきっかけは、すごいキャピっていうよりもなんか爽やかな元気な運動スポーツ系のなんかアイドルグループみたいな感じで、 SKE のあのパーンっていう笑顔とはっちゃける感じ見た時に、あ、このグループだったら今までのアイドルのイメージ覆せるなって思って、なんか初めて自分が K2 で何かしなきゃって動いたことだったかもしれないかな。 K2 も神公演って言われるような公演にしていきたいです。羽ばたく、キュン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 。K2 はこう茜がちゃんと周りを見て引っ張ってってほしいってマネージャーさんに言われて、それってやっぱ期待されることって嬉しくて。高柳茜、今日ここの舞台に立てたらどうしても言いたいことがあったんですけど、秋元先生、私たちに公演をやらせてください。お下がり、先輩たちのお下がりは嬉しいけど、やっぱり自分たちの歌が歌いたいみたいな。よっぽど私にとって存在の大きい人たちが卒業していったんだなっていうのは実感したし、でもそれを埋めてくれた後輩のみんなには感謝してます。みんながいるから SKE で、みんなが今を作ってるっていうのはちゃんとみんなに分かってほしい。メンバーみんなにも分かってほしいし、ファンの人にも分かってほしい。私、高柳茜は SKE48 を卒業することにしました。卒業コンサートがしたいっていうのがずっと夢だったので、最後のアイドルの姿を見てもらいたいと思ってたから。今卒業コンサートが行われるはずでした。ここに来たらすごく現実味を帯びてしまって、私卒業ここでできなかったんだなって。今はいつになるか分かんなくて、でも分かんないからやっぱ途方に暮れたりとかしそうだけど、まあ、そうならないように前向きに考えて、いつか思い出した時はなんか長くなったけど、その期間も含めて SKE でのいい人生だったなってきっと思える最後を迎えれるように頑張ります。いざ会えなくなった時にお互いにいることの大切さを改めて知った。
輝いてるのだろう。アイドルって最高なんだよってことを残せたらいいなって思う。こう1年、まあ、劇場公演とかイベントとかちょっとずつできてたとしても思うように活動できなかったりとかしてきっと悩んだ子もたくさんいると思うので、そういう子とかが改めて、あ、やっぱりアイドルってスケーっていいなって思ってくれたらいいなって思うから、そうだな、アイドルは人を幸せにするものであり、自分も幸せじゃなければいけないものだと